私の名前はめぐみ。最近、ふうたという彼氏ができた。私は全く知らなかったのだが、ふうたは私と付き合うために、当時付き合っていたかなこという彼女と別れていたらしく、ある日突然、そのかなこさんから私に、めぐみさんですか？私、ふうたの元カノのかなこって言います。というラインが届いた。返信するべきかどうかちょっと悩んだけれど、無視するのも気が引けて。そうですけど、ふうたの元カノさんがどうして私のラインをご存知なんでしょうか？と返信してみると、かなこさんは、ふうたがあなたと付き合いたいから別れてほしいって言ってきたとき、ふうたから教えてもらいました。ふうたが好きになった人がどんな人か知りたかったので、写真も見せてもらったんですよ。めぐみさん、私なんかよりすっごく可愛くて、ふうたが好きになるのも納得だなって思いました。これからふうたのことよろしくお願いします。と言ってきて、私はちょっとムッとしてしまった。私が、そんなこと、あなたに言われる筋合いはないと思うんですけど、と返すと、かなこさんは、私、ふうたに幸せになってほしいんです。ふうたは本当にあなたのことが好きみたいで、ふうたってかっこよくて素敵で性格もいいでしょ？私の理想の彼氏だったんです。私たちは本当に仲良しだったので、ほとんど毎日一緒にいたし、週末は毎週デートしていました。私、ふうたと毎日一緒にいたから、ふうたのことならいっぱい知ってますから、何かあったら聞いてください。と言ってきたのだけど意味がわからない。マウントでも取りたいのかな？とは思ったのだが、正直関わりたくないので、このままスルーしようかと悩んでいると、突然かなこさんから写真が送られてきて、開いてみると趣味の悪いホストみたいなふうたの写真で、私は思わず、この写真は何ですか？と聞いてしまった。するとかなこさんは、ふうたが付き合っている時に私にくれた写真です。私すっごく気に入っていて、ずっと待ち受けにしていたんですけど、もう別れてしまったので、めぐみさんに差し上げます。まだ付き合ったばっかりだから、こんなかっこいいふうたの写真持ってないでしょ？と言ってきて、その言葉にカチンときた私は、お気遣いありがとうございます。でも申し訳ないんですが、私、彼氏の写真を待ち受けにするタイプではないので、私には不要です。なので、消去させていただきますね。他に用がなければ、もうよろしいですか？私も忙しいですし、あなたと話すことは特にありませんので、と返したのだが、かのこさんは、わかりました。お忙しいみたいなので、また日を改めて、LINE します。ふうたのことよろしくお願いします。と言ってきて、こちらの意図が全く伝わっていない様子。何なのよこの人。頭に来た私は怒りに任せて、ふうたに電話をかけ、ちょっとふうた、かなこっていう元カネから LINE が来たんだけど、ふうたのポーズ決めてる写真とか送ってきて、本当に意味がわかんないんだけど、何なのこの人。と言うと、ふうたは特に気にしている様子もなく、能天気に。あいつあの写真、まだ持ってんのか。めちゃくちゃ大事にしてたもんな。どう？かっこよかったでしょ？待ち受けにしてもいいよ。と言ってきて、私の怒りのボルテージは、さらに上昇。私が、そんなことしないわよ。なんで勝手に私の連絡先を教えたりするの？しかも写真まで見せたらしいじゃないの。と怒鳴りつけても、ふうたはのらりくらりと、だって教えてって言われたんだもん。それにめぐみのこと自慢したかったし、でもめぐみが嫌だって言うならもう連絡しないように言っておくよ。と言ってきて、全く私の怒りが伝わっている感じがしない。思わずため息をつきながら、言っておくってことは、もしかしてまだ元カノと
連絡取ってるの？と聞いてみると、フータは嬉しそうに、あいつ、俺のこと、忘れられないみたいでさ、毎日連絡してくるんだよね。ほんと参っちゃうよな。と言ってきたのだ。信じられない。私はこれ以上フータに訴えても仕方がないと思い、知らないわよ。何なのよもう。と言って電話を切ったのだが、その日の夜は、フータってあんな奴だったの？全然話が通じないし、私とは感性が違う気がする。むしろ元カノの方がフータにお似合いなんじゃないの？とぐるぐる考えてしまって、なかなか寝つくことができなかった。そして翌日、またかなこさんが、めぐみさん？こんにちは。昨日写真の整理をしていたら、フータの素敵な写真がいくつかあったので送りますね。どれもかっこいい写真ばっかりでしょ？と LINE してきて、私はただ一言、いりませんと返したのだが、その私の反応が冷たかったからか、かなこさんは私に、めぐみさん、本当にフータのことを愛してくれてますか？フータはあなたのことが大好きなんですよ。あなたと付き合うことになった時、フータ本当に嬉しそうだったんです。彼のことを悲しませるのはやめてくださいと言ってきたのだ。私はかなり頭に来たけれど、冷静を装って、私がフータをどう思っているかなんてあなたに言う必要はありませんし、そもそもあなたには関係ありませんよね。だいたい昨日から一体何なんですか？あなたまだフータのこと好きなんじゃないの？と返すと、かのこさんは、好きに決まってるじゃない。本当は別れたくなんてなかったわよ。でもあなたがフータの前に現れたから、フータはあなたを好きになってしまったの。あなたがフータを振ってくれれば、私のところに戻ってくると思っていたのに、あなたが OK なんてするから、あんなに嬉しそうな顔をされたら、私も何も言えなくなって、彼を愛してないなら、私に返して、と言ってきて、ドン引き。なんだか悲劇のヒロインみたいになっていたので、一応、私からフータに付き合ってって言ったわけじゃないんですよ。私が略奪したみたいな言い方をしないでいただけますか？と訂正してみたが、かなこさんは、わかってます。だから悔しいんです。でも、私じゃダメなんだもの。フータのこと好きじゃないなら、私に返してよ。と言ってきて、私はなんだか、もうどうでもよくなってしまって。わかりました。いいですよ。のしをつけてお返しします。と伝えた。かなこさんが、それはフータと別れてくれるってことですか？と言ってきたので、私は、なんかもう、いらないです。私よりあなたの方が、フータにはお似合いだから、元の鞘に収まったらいいんじゃないですか？私はもう、フータと別れるんで、あなたもフータも、今後一切、私に関わらないって、約束してください。と言ったのだが、かなこさんはなぜか、お似合いだなんて、そんな。でもフータは、あなたのことが好きなんですよ。それに私がフータと付き合っちゃったら、めぐみさんはどうするんですか？フータみたいなパーフェクトな男性、なかなかいないですよ。と、なぜか上から目線で言ってきたので、私は、あなたに心配していただかなくても結構です。とにかくフータは返すから、二度と私に関わらないでください。ではさようなら、と言って、かなこさんをブロックした。本当に面倒くさい。そして私はすぐにフータへ電話をかけ、ねえ、かなこさんに連絡しないように言ってくれたんじゃなかったの？また朝から連絡してきて、もういい加減にしてほしいんだけど。と言うと、フータはまた悪びれる様子もなく、ああ、あれ？電話で話したことは話したんだけど、世間話で終わっちゃったわ。と言ってきて、私はまたカチンと来てしまった。ちゃんと言っとくって言ったじゃない。しかも今日は、フータと別れて、自分に返してほしいとまで言ってきたんだよ。
もう、いい加減にしてよ。と訴えると、フーターは私の訴えなんか、どこ吹く風で、そんなこと言ってきたの？まったく、なんであいつに、そんなこと言われなくちゃならないんだよな。かなこ、俺のことが大好きだったから、俺を忘れられないんだろうな。しょうがないな。と、デレデレ。そのフータのセリフを聞いて、私は自分の気持ちがスーッと冷めていくのを感じ、フータに、もういいや。私たち、別れよ。と言った。フータは私から、そんなことを言われるとは、思ってなかったようで、え？どうしたの急に？と、慌てふためいている。逆になんで別れようって言われないと思っているのか、不思議なんだけど。私は冷たく、私、元カノから連絡来るの、嫌だって言ったよね。なのになんできちんと伝えてくれないの？大体、新しく彼女がいるのに、元カノと連絡取ってること自体、正直意味がわからない。元カノから、まだ好きって言われるのが嬉しくて、元カノを切りたくないんでしょ？そんなに切りたくないなら、かなこさんとよりを戻せばいいんじゃない？私、自尊心を保つために、女性を利用するような男は嫌いなの。それに、新しい彼女にマウント取ってくる元カノも大嫌い。もう、あなたたちと関わりたくないから、二度と連絡してこないでね。と言ったのだが、フータは、何？もう、めぐみってば焼き餅焼いてんの？わかったわかった。かなこにはちゃんと言っておくから、そんなに怒らないで。ね。じゃあまた明日な。と言われて、電話を切られてしまった。そんなこと言ってないのに、本当に話が通じなさすぎる。案の定翌日にフータは、普通に電話をかけてきて、おはよう、めぐみ。めぐみが焼き餅焼くから、昨日かなこに会って話しつけといたよ。だからもう心配しなくていいからな。と言ってきた。っていうか、あの話の後にかなこさんに会ったんだ。会う必要あった？私が、そう。わざわざ会いに行ったんだ。かなこさん、泣いてたでしょ？と聞くと、フーターは笑いながら、泣いてた泣いてた。なんか、彼女より、私の方が俺のこと、愛してるのに、とか言ってきてさ、号泣だよ。ウケるよな。と言ってきて、私は思わず、何が面白いの？と聞いてしまった。フータが、え？と言って固まったので、私は、私には何が面白いのか、全くわからないんだけど、女の子が真剣に、気持ちを伝えてるのに、なんで笑えるの？信じられない。私、そういう風に、人の真剣な気持ちを笑う人、嫌いなんだよね。それに、写真だけならまだしも、彼女の連絡先を簡単に、人に教えちゃうような無神経な人も嫌い。かなこさんの言う通り、私よりも、かなこさんの方が、ずーっとフータのことが好きだと思うから、フータはかなこさんに、譲ることにするわ。あんなに自分のことを好きでいてくれる人、大事にした方がいいよ。じゃあ、お幸せに。と、一方的にまくし立てて、即フータをブロック。その後フータは、何度か友人を介して、私に連絡を取ろうとしてきたけれど、私がフータのしたことを暴露すると、みんなドン引きしてしまい、私との仲を取り持とうとしてくる友人は、次第にいなくなった。後日聞いた話によると、私と連絡が取れなくなったフータは、諦めて仕方なくかなこさんとよりを戻したらしい。しかし、かなこさんが自分を振って私と付き合ったフータをどうしても許せなかったそうで、たびたび喧嘩になっていたそう。結局かなこさんに嫌気がさしたフータから再度別れを切り出したそうなのだが、今度はかなこさんが食い下がり、話し合いで決着がつかず、フータは、かなこさんをブロック。再度フータに捨てられたかなこさんは、ストーカー化してしまったらしい。そんなことを知らないフータは、一方的に解決したと思い込み、
新しい女の子に声をかけたりしていたそうなのだが、その都度かなこさんに邪魔をされ、我慢の限界を迎えたふうたが、かなこさんに暴力を振るってしまい、警察沙汰になったそう。この話を聞いたとき私は、変なことに巻き込まれる前に縁を切っておいて本当によかった、と心から思った。元はといえば、私がよく考えずに、ふうたと付き合ってしまったことが問題なので、今後は変な男に引っかからないように、私自身も男性を見る目を養っていこうと思っている。